暇すぎて某グラビアアイドルの YouTube 見てたんですよでその中の動画に「休日に密着」っていう動画があって私の休日の一日に密着しますみたいな動画があって20分ちょいぐらいある動画かな見てたんですよで「へえこの子休みの日こんなことしてるんだ」って思って最後まで見ちゃったんですよね で見終わった後に思ったんだけどこれ休日じゃなくねって思ったんですよ。だってなんか休日なのになんかめっちゃスタッフさん引き連れていろんなところあるったりめちゃくちゃさセットとかさ服とかいやまあそれはまあね普段からそうしてるのかもしれないけどなんか撮影みたいにめっちゃしっかりしてて。 すごいなんかトークとかしてて休日じゃねえだろこれって思って休日風のロケじゃんって思ってじゃあ俺は20分ちょい何見てたんだろうって <laughs> 思ったんですよねうんうそじゃん休日に密着じゃないやんうそ、ん、じゃんって思って なんか何を見せられてるんだろう再生回数見たらさ23万とかってさ23万回も何を見せられてるんだろうなって人がいるのかなって思ってなんかそれ系の動画さ YouTube 多いじゃんなんかモーニングルーティーンとかさナイトルーティーンとかさあれもさ嘘じゃんって思ってなんか ちょっと背伸びしてんだろうって思っっっちゃったんですよねだってあのモーニングルーティーン動画とかナイトルーティーン動画とかまんま好きじゃないけどなんか見た時もあって見たこともあって誰もさ便所行ってねえんだよモーニングルーティーンなのに朝起きたらまずしょんべんすんじゃんしないんだよねうんこもしないんだよねいやもうその時点でさ嘘じゃんって思ってさ うんだから何を見せられてるんだろうそれを見てあ俺もこうしようかな私もこうしようかしらって思うのかなって思ってさなんかもっと嘘偽りないものをさ流してほしいよねなんか虚構で溢れてるうんもっとねあの真実が知りたい俺は、うん、その点ね僕の YouTube はね真実しかないですからね本当に あのーまあ、最近撮ってないけどさ23年ぐらい前かな、あのー、よくね俺のね休日の一日みたいな動画撮ってたんですけどあれは本当に休日だからねだってまずスタッフいないから、うん、俺が1人で iPhone 回して、ね、朝から晩まで撮ってるんですよでもあのー「某グラビアアイドル」の休日に密着とか他にもねあのティモンディ高岸さんとかもね休日に密着みたいな動画出してたんだけど あれスタッフいいんだよね、うん、休日に満ちたくなる全部自撮りとかでやってほしいですねうんなんかスタッフいるやんって思ってじゃあそのスタッフは休日じゃないよねもちろん休日出勤、うん、とかいろいろ考えちゃってさやっぱねあの僕もねあの社会人になりまして休日出勤とかにはすごい敏感なんですよ休日出勤したら必ず振り替り休日欲しいとかね うん、だからあのグラビアアイドルも振り返りもらえてんのかなとは思っちゃってまあ自営業だからそういう概念ないのかもしんないけどうん嘘やんって思っちゃったんだよねうんだからもっとなんかね正直なそういう v l o g v l o っていうんですか、うん、Vlog って嘘だからあの本当のさ もうなんか自分の汚いところも見せてほしい。その、綺麗なところだけじゃなく、汚いところ。うん。あ、こんなだらしないんだとかね。なんかみんななんかさ、キラキラ、キラキラしてさ。うん。苦しいじゃん、そんな。ま、マウントガステみたいな、キラキラしてるもののマウント合戦とか。いや、そんな意識ないのかもしれないけど、僕が今ね、完全にひねくれてるだけなんだけど、うん。って思った後に、僕の2、3年前ぐらいに撮ったね、あの休日に密着動画を自分で見返してみたんですけど、 なんかゴミみたいな生活してて、本当に、朝とんでもない時間に起きて、今日は一日ずっと寝てましたとかいう動画撮っててさ、もうなんか意味わかんねえんだけど、でも、これは真実だから。うん。真実を映してるから、僕は YouTube でいつも。嘘ついたことないから。うん。そうなんだよね。だからその、休日に密着 っていう動画を上げてる時点で嘘だよなってねもうその時点で休日じゃないあなた仕事してますからって思っちゃったねいやみんなこれどう思ってんのかなこれうん僕ねあのー、今今働いてる会社では朝会っていうのがありましてなんか持ち回りでねなんかフリートークしなきゃいけないんですようん な何でもいいんだけどね、話すことは。マジで話すこと何でもいいんだけど。うちで飼ってる犬がこうでしたみたいな。別にお家とかなくても全然いいんだけど。今日、その晩で僕が、これ話したんですよね。なんか、YouTube で休日に密着っていう動画見てたんだけど、これ休日じゃないやんって思って、複雑な気持ちになりましたって言ったら、なんか失笑されて、いや、ピュアすぎんだろ、そんなわけねえじゃんって。あざわざ、ババ 笑われたんだけどみんなそれを虚構だと分かった上で見てるってことですか本当にまさか休日こんなこと過ごしてるとは思わずにそれを見てるってことですか分かった上で見てるってことってことはもし世の中がそうだとしたら僕だけがこの日本でこの世界で僕だけが。 そのアイドルとかタレントの休日に密着の Vlog 動画を見て手のひらで踊らされてたってわけですか僕が今なんか長々と話してるこんなことはみんな気づいてたってことですかって考えたら俺は愚かだね律儀にさ YouTube に真実しかあげてないからもっと虚構とか嘘あげていいんだねもしそうだとしたら もう、嘘ばっかあげようかな、僕も YouTube に。うん、とかね。<laughs> まあ、そうっすね。はい、というわけでね。まあ、休日に密着ですか。仮に僕がグラ、僕がグラビアアイドルだったとして、休日に密着されたくないわ。 スタッフさん呼んで「もしも僕が本当にグラビアアイドルでそういう動画撮ってたらあのこの日稼働したんで給料ください」って言いますねあじゃあそうだよねその給料が入ってる時点で休日じゃないから、ね、本当にあれ休日に密着動画だとしたらあのグラビアアイドルはタダであれをやってたってことですかねすごいなまあでもファンサービスの一環なのかなもしもそれ本当にタダだとしたら本当にタダでやってたとしたら大好きです